ピオキングです。今日はですね、一発マリオとですね、トロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオはですね、このコースなんですよね。バネです。登ってください。バネがあれば高いところにも登れるから、こんな崖なんて楽勝。ん？バネの向きが横向きになってる？しかもほとんど隠しブロックがあって登れなくなってるぞ、ということで。このコースを選んだ理由にはちょっとしたわけがあるんですよね。まあ、チャレンジ数はね、そう多くはないんですけど、クリアしている方がですね、カワタンっていう方がクリアしてるんですよ。このカワタンですね、僕大ファンでして一緒にですね、肩を並べたいなと思いまして、このコースやっていきたいと思います。僕もクリアしたら、あれだね、カワキングだね。はい、ということで、バネです、登ってください。まあ普通には登れないよね。なんか隠しブロックあるって書いてたもんね。やっぱりあるね。多分これ一番左だけやっぱないパターンだね。っていうことは他全部あんのかな。ちょっと真ん中は、いや、やっぱ全部あるね。説明文に書いてあった通りですね、このバネをどうにかして駆使しながら行くみたいな感じだと思うんですけど、バネに当たって2段ジャンプしてみるね。あれ、できんの。うわ、なんか2段ジャンプ判定になってないね。うわ、わかんねえ。え、どうやって行くんだろうね。2段ジャンプで行けるのかな。ちょっと待ってね、2段ジャンプして行ってみる。あ、2段ジャンプできたね。2段ジャンプでも届かん感じか。っていうことはどうにかして多分3段ジャンプで雲を抜ける感じだと思うんですけど、さてどうやってするんだろう。いや、これマジわかんないね。うわ、バネも持てないでしょ。いや、まあ横向きになってるからね、絶対持てないと思うんですけど。わかんねえなんだこれは。マジでわかんないんだけど。いや、これわかる人いる？見てる中で。これね、ちょっとずっとやっててわかんなくって。でもね、一つだけ分かったことがあるんだよね。このマリオがね、バネのとこにちょっと乗れるの。まあタス乗りみたいな、こんな感じでできるんだよね。で、こんな感じに乗った瞬間ジャンプしたら、なんかマリオがね、2段ジャンプになるんだよね。ちょっと見ててね。ね、今見た？2段ジャンプになるから、そこで3段ジャンプをして一番左から抜けるみたいな、多分そんな感じじゃないかな。時間かかりそうなんで、ちょっと見ててね。よっしゃやった。いや、これはめちゃくちゃ時間かかりましたね。ほんと嬉しい、このコースクリアできたのは。どうもありがとうございます。これはなかなかすごくない、クリアできたので。今日のトロールコースはピカチュウ超似てね超似てねえんだけど、このね、サムネがピカチュウになったコース。いや、このサムネさ、最初ひよこだと思ったんですよね。だからね、ちょっと手が止まって、おっ、ひよこのサムネのトロールコースがあんじゃんと思って、説明文見たらね、ピカチュウアタックサンダートロールって書いてるんですよなんだピカチュウかと思って。まあまあ、それでもね、めちゃくちゃ楽しそうなんでやっていきましょう。まあ、めちゃくちゃ可愛らしいサムネのコースなんですけどね、クリア率は 0.91% っていう、全然可愛くないんですよ。多分ここね、初見殺しあるよ。ないね。ないけど、なんかちょっと謎解きっぽくない？上行ってみよっか。そこ鍵取ってってみるね。なんか靴は消えてるんですけど、あ、待って、ここはキノコ取って、これ連打したらいけるんじゃないの。連打したガリガリ落ちてくんのか。あ、ここ無理っぽいね。なんで下のこの靴履いていこう。なんでか履けねえあれ、これジャンプせないけん感じかな。あ、ジャンプせないけんのね。ちくわブロックと一緒にいけん感じね。ここ右下怪しいよね。でも僕は右上行きます。ナイス鍵が手に入れれました。じゃあここを右、このままね、ゆっくりと進みましょう。で、なんかね、この上ファイヤーが出るっぽい。ファイヤー叩きます。オッケー、そっちそっちこれはうまいね、制作者。右にさ、レールがさ、こうなんかあれ、もういいや、次行こう。いや、今のファイヤーの罠はめちゃくちゃうまかったね。レールが右向いてるからさ、右に行くと思うじゃん。でもね、左に来るという、めちゃくちゃ、なんで今度は右なんだよ
さっきと違うやんか。こっから叩いてどっちに行くの？右右右左、おっかこれここどっちかわからんもん。でここで倒していきます。わかってんだよ。わかってねえんだよ。じゃあここは溶かすでしょ。溶かしてからの、いや落ちてきていいんだよ、落ちてきてここはジャンプして抜けていくみたいな。てれっててれっててれってれ、なんだよ今の、何何今のちょびじゃん。じゃあここは倒さないで右に行く。多分これでいいと思うんだけど、デカ状態のままでいいんでしょうか。いやダメっぽい。うわ一番右のパックン鍵なんだね。じゃあ一番右のパックンだけを倒して次に進もうか。ただね一番右のパックンだけをどうやって倒すんだろうね。ファイヤーボール出しながら走っていけみたいな、こんな感じ。ダメだった。ここなんかねブロックあるんだよね。多分上から抜けれると思うきっと。あほらほらほら、上に行ってこっから右に、あ行けたね。でここで倒すと、そんで鍵ドアは、鍵ドアなくね。このまま右行ったらなんか行けるのかな。あったあったあった、鍵ドアここにあったね、忘れてました。しかし、だがしかし、このファイヤーのままでいいんでしょうか。優しい。当たれるんだ。チビのままになってこないけんと思ったんですけど、いやここでねちっちゃくさせてくれるなんてめっちゃ優しいね。じゃあここで叩きます。叩いて左に逃げようか。ブラッパ、これ何じゃ、え何の意味があるんだろうねこれ。あのブラッパ多分何の意味もないよねきっと。ちょっと待って、これは押しつぶされるやつ、絶対そうでしょねえ、大丈夫ですか。いやー、じゃあここはねこのバーの向こう側に行く前に取ろう。取って右に行く、そしてこのブロックを壊す。うわ完璧。うわもう詳しすぎてね、もうトロールに、もうトロールをねもう全制覇するレベルだよ。なんか危ないよあれ。すげえ嫌な予感がするねえ。大丈夫、このドアは死に耐久なんじゃないんですか。なんかやべえ、なんて書いてる、アンチ、アンチハイプ。うわ嫌だ、左行こう、こっちに逃げよう。なんもないんですか、もう右に行くしかないんだね。あブロック消えてる、あれ入れない、左またこっちに蹴ってか。いやもうほんとなんか嫌な予感するんだって。こっちは最初に戻す感じかな。フィッシュタイム、いや絶対死に耐久じゃんか。タイムって書いて、何なんだこれはもう。鬱陶しいなこれ、もう嫌だ、やられよ、もうやられよ、でやられない、右に行けってか、めんどくせえ。右のガリガリにね当たってやられなきゃいけないみたいな、いやすげえめんどくせえ。いやチャンス来たー、うるせえ。まあいつもうるさいんですけど、私こんなうるさい僕の動画を見てくれてどうもありがとうございます。じゃあここはチビのまんま行こう。多分デカのまんまだったらいけない気がするんだよね。なんで、あどうせここでねチビになる下で下部下に入りましょう。楽しいねこのコース。でもねなんかピカチュウ要素が全然ないんだよな。やだーやだー。それ最近ねあのスマホアプリのさ、あのミラティブって知ってる、ミラティブ、ミラティブを入れたんだよね。配信するかわかんないけど。じゃあここはすぐ左、左に逃げる、オッケー。でここの四角の枠叩こうか。なんで上に行くんだよ。じゃあここはねすぐ上に行こっか。上に逃げます。でオンオフが変わる、変わんないね。あここでドッスンに変えてもらわないけん感じか。なんでここはねすぐ左上行くでしょ。でここに追っておく、ここに追っておいてドッスンに変えてもらう。いやー、ここ難しいね、地味に難しい。このドッスンのね右に来るタイミングがなかなか難しいよ。ここよし、いやこれは危ない。危ない、ちょっとこれはひどい。それじゃここはすぐ左に抜けていく感じだね。ドッスンおいで、ドッスン来てすぐ左に抜けていく。あれね、ていうかさこのコースマジでピカチュウ要素ないよね。背景が夜だからさ、最後にあれ来ると思うんだよね、メカクッパクラウンだったっけ、でビーム出すみたいな、多分そんな感じでしょ。サンダートロールって書いてたもんね。それじゃあ次は、あ30コインのところ行こう、30コインのところ行って左に行きます。うわここは毒キノコが正解っぽくない。
なんかね、左の方が怪しい。何？いや、ここ待っておいてよかったんじゃないの？で、毒キノコの方行って上。うわ、これだ。迷ってる時間がね、あれしたね、あの正解だったね。で、上で、このままブラパの方に行こう。絶対、絶対移動するから、あのキラー見よってよ。ほら、ほら、分かってんだって。それは分かんない。これは右で合ってたね、右で合ってたんだけど、そのまんまね、走り抜けよ。このまま走り抜けていいんだけど、これは上に行かな絶対やられるパターン、もしくは抜けてみせよう。この激ムズアームをね、抜けてみせよう。いいタイミングあるはず。ここ、うまい。うまくなかった今の。え、上が正解。ここ、いや下がさ、罠だったら今めちゃくちゃうまかったと思うんですけど、どうなんだろうね。多分ね、上が正解だと思うんだよ、あそこにブラパを置くってことは。で、ここはオンオフします。オンオフしてリンク取ろう。リンク取りましょう。来た、テレテレになって右上に上がっていこうか。そんでここで刺せばいいんじゃないのかな、こう。ほら、いやいや。それじゃあここ上行ってみるよ。こっちが正解なんじゃないの。いや、こっちミス。こっちダメなのか。なんかめちゃくちゃ喜んでた自分がバカみたいじゃんね。じゃあここ普通に行けるってこと。普通に行けんじゃねえか。さっきめちゃくちゃ喜んでたんだけど、恥ずかしい。じゃあここなんだよね。ここは右に行ってもリンク取れるし、下に行ってもリンク取れるんだよな。じゃあここのリンク取ってみようか。一旦ここのリンクを取れない。それじゃあここはリンク取るでしょ。リンク取ってオンオフ変えてみようか。上のこのオンオフ変えます。そしたらテレさん出てくる。やっぱそういうことだね。なんでここでヒップドロップしたらいける、きっと。で、土管で、土管じゃねえ、爆弾で壊して左に行こう。いや、これが正解だね。いや、難しかったな。なんでそうくれのねえ、なんでここで鍵いんのよ。ガリガリの中になんか鍵があるっぽくない？ここのガリガリの中にね、多分鍵があるっぽいんだよね、さっきのヒントを見る限り。だから爆弾で左のブロック壊しておいて鍵がある、オッケー。で、この無敵時間を利用して土管に入ろう。いや、これでいったね。もう分かった、もう分かってるよ。中間ポイントゲットだね。で、ここは右上に行ってみようか。中間ポイント取ってるからね、多分ここの右上はあの普通にコインを取らせてくれると思う。で、もしかしたら右にブロックがあるでしょ、これが壊れて次に進めるみたいな、そんな感じじゃないんですかね。まあまあ全然いいけどね、中間ポイントだからね。そんで、ちょっと待って、うわ、なるほど、さっきのコインの上に土管がある感じ。うわ、そんな感じだね。で、これは何、新しいな、この音、今まで聞いたことないぞこんなの。うそー、こっからですか。うわ、中間ポイント戻す系やんか。いや、わかんないよ、さっきと違うパターンありえるかもしれない。で、みんな期待してて。いや、ないなこりゃ。それじゃあここの上、この上に土管があるはず、この辺。いや、そうなんか。いや、やっぱりね、合ってた。で、ここで待っておこう。いや、いや、大量生産トゲ増中。いや、チョロプーの大量生産やばいなこれ。めっちゃウケるんだけど、待って、これしかねえ頼み綱は。頼む、何か出てきてくれ。来い。この土管入って上に行けばよかったのかな、こっち。多分こっちで合ってるよね。で、上のフラワー取ります。多分こっちで正解だね。そんで下に行っていいのか。トゥルルテッテテーはダメだって。あ、待って、ダメなのかな。もしかしたらこれで合ってるパターンありえるよ。左の氷のコインが罠、いや、ワンチャンあるね。うわー、ダメだ。さっきと同じやんかこれ。それじゃあここファイヤー取って、ちょっと何もしないでおこうか。トゥルルテッテテー来るからね。
で、あのキノコがどっか行って左に行く感じね。これでいけるのかな。あの中のいるブンブンは何だろう。そして左のスター取っていいものか。これ取らな多分いけんね。絶対いけない。取ってからジャンプして、ちょっと今のずるい。それはずるい。それじゃあここはスター取ってからのこうでバネがあるからね。でテレサだけ倒してスターがなくなっていこう。多分ねスターがあったらいけないと思うんですよね。なんでこのスターがなくなってこの土管に入る。そしたら多分いける。どうなる。なんだこれは。ナイス。いや結果さ、でもなんかピカチュウだったんだろうね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。